今日ご紹介するのがですね、こちらでございますよ。メガネ店グラスパパっていうね、お邪魔したいと思います。すいません、あ、本当メガネ屋さんだ。すいません、ごめんなさい。よろしくお願いします。よろしくお願いします。いつもあのテレビで拝見してます。 ありがとうございます。ありがとうございます。すいません、ほんま。いいえ、あのグラスパパいうことで、はい、グラスパパ、そうです、パパです。グラスママ、ママ、そうですか。もうお客さんからも、ああそうですか、はい、早速なんかちょっとこう個性的なメガネを、はい、いいでしょう、されてらっしゃいますね、はい、ここはまあ例えばまあコンセプトだったり、はい、どういうもんでされてらっしゃるんですかね。まあ、場所がこういう場所なんで、通りすがりの人はまず来ることないんですけど、はいはい、本当にメガネが好きで、やっぱりこうおしゃれになりたい、うん、ちょっとやっぱり年を取っても輝いていたいと、はい、そういう感じのお客さんをね、ちょっとお相手できたらなと。住宅地の片隅、ご夫婦が暮らす自宅前にお店を構えるグラスパパ。長年勤めたメガネ店から独立し、20年前に開業。オープン当初はパパ一人で切り盛りしていたため、苦労も多かったといいます。起業したいとやりたいという本で、それがなんか約20年前です。おいくつの時ですか。じゃあ42。うわー、はい、かい、42の時に、はいはい、無謀でしょ、無謀無謀無理無理、なかなかね、私一人じゃダメじゃった。パパだけじゃちょっと難しかったんだ。まあこの人にもいろいろ考えがあって、まあまだ美容師しよった頃はだから50になってなかったね。48で辞めて、ここをどうにかしようと。お店で扱うメガネの数はおよそ600本。ちょうどメガネを探しているという中島さんのために、パパにメガネを選んでもらいます。メガネ診断スタート。私でも大体こう、ね、イメージ的にね、もうパッとこうあったらもう第一印象でも大体決めちゃうんですよ。あ、そうなんだ。どんなんがいいですかじゃなくて、これどうですか。もうここ入ってきちゃった時から決まっとる。マジでマジで、マジで特徴がそこまでないので、はい、やっぱね、整ってるんですよ、お顔。うわ、優しい。本当本当本当。いや、本当。ちょっとダンディーな感じの、ちょっと。ダンディー。出してもいいですか。ダンディー。ダンディーな。へえ、うん。まずに。じゃあダンディーで。はい、これは鯖江のそれこそ100年続く老舗のメガネなんですけど、ちょっとね、かけさせてください。はい、ちょっと、ね、私。よいしょ。ちょっと何何もしてない、メガネつけただけなの、はい、ちょっとまあそうか、素敵に見える感じはするんだけど、はいはい、でもちょっとね、さっき言ったダンディーな感じの、テーマはダンディー、はい、これ2本目、次ですね、うん、はい、似合いますね、やっぱりね。あ、なんでしょうね、これは、まあ、さっきと違ったね、ちょっと全体的にちょっとふわっとする感じの、あら、メガネではあるんですけど、嫌いじゃないですよ、本当に、ね、これオーフランス、もう直輸入ですから、直輸入、はいはい、はい、ですか。これで、うん、ボンジュールですよ。いや、はい、そんな風には、はい、うーん、ボンジュール。これからは年相応の知的なキャラクターを目指すという中島さん、選んだベストメガネは、じゃあもうこれでちょいとね、これから新しく、生まれ変わったメガネタレントとして、はい、シソンヌ直樹で頑張っていきたいと思いますんで。だから1本じゃ足りないでしょ。え、3本全部変えると、グラスママの役割が分かりました。思いっきりプッシュするっていうね。それではセンス満点のパパと商売上手のママがいるメガネ屋さんに、遠征さん認定でございます。ありがとうございます。はい、これからも頑張ってください。家宝にします。ありがとうございます。